こんにちは、ニコアミです。今日はこのワイヤー口金を使って、ポーチをね作る実験をしたいと思います。初めてやるのでうまくいくかどうかわかんないんですが、まあ、これをあのバネに次につなげていきたいと思います。このワイヤー口金はね、今回は 12×5cm のものを使うんですけれども、これはセリアさんで買ったやつかな。編み物で作る場合はなんかここをね、なんかここをつなげる必要があるみたい。布とボンドでくっつけていこうかなっていうね、もう無理やり作戦に出ようかなと思ってます。この余ってる布とボンドでなんとなくつなげて、でこういう風に一応動くようにこの隙間は開けつつ、でもボンドでつけるみたいな感じにしようかな。もしくは縫えばいいのかな。縫うのと両方やっとくか。これでまず筒状のものを作って、そこの中に入れて、でぐるぐるしたらどうだろうか。こうやって入れて、でここら辺で、本当はもっと薄い布でやった方がいいんだろうね。じゃないとなんかここだけ編みつけたいんだけどボコってなるような気がするんだな。こういう感じ。隙間を開けてこんな感じで、あんまりね、たくさん巻きつけると多分ダメなんだろうな。これぐらいにしとくか。だいたいね、横幅が10センチくらいで、縦が、あ、そっか、これ12センチだからいいんだね。エコアンダリアで編んでいこうかな。で、こちらはね、リトルファンというピエロさんの糸ですね。2本取りで編んでいこうと思います。なんか1本取りだとね、ふにゃっとするかなと思って、これが結構重い。でこれリトルファンは1207じゃなくて色番が58ですね。でかぎ針が4号か6号なんですね。でエコアンダリアはかぎ針がね5号から7号かな。で2本取りで8号でキュキュッと編んでいこうかなと思います。じゃあそこをね、往復編みで編んでいきます。2本取りで8号で編んでいきます。で、細編みで編んでいこうかな。作り目をしたら、鎖編みをまずどれくらいかな ?1、2、3、4、5、12。あんなら縮むタイプなんですよね、私。ちょっともう13 ちょっと縁起悪いかもしんないけど13、これでちょっと編んでみます。で立ち上がりの鎖編み1編んだら、この裏山をすくっていこうかな。で裏山をすくって、で細編みですね。あ、ごめん、めっちゃ分かりにくかった。ちょっとね、今ズームしてなかった。この裏山のとこですね。まあどこすくってもいいと思います。1、2、3、4、5、13、ちょうどいいかもです。はい、13目でね。数とかね、気にされる方いらっしゃるかな。商売人の方はね、めっちゃ
当たり前だけど数字にはこだわりがあるというか、あの縁起のいい数をね望まれますよね。車のナンバーとかね、商売されてる方だったら末広がりの8888とか、あとラッキーセブンの7777とか、私も車のナンバー8888とか見たらめっちゃなんか嬉しくなる。はい、だいたいこう隠れる感じぐらいに編めました。あの側面をねつけたいので、いきます。立ち上がりの鎖編み、そしたらまあすくいやすいとこすくっていくんですが、角のところはこことここそれぞれすくってって、で段のところは1段につき1目すくっていくっていう感じがいいと思います。じゃあここいきます。1段につき1目すくっていこうかな。で印つけとこうか。ここが一番最初です。そしたら次、ここの刺しやすいとこ、ずさ。そしたら次、ここですね。で次、ここか。そしたら、角のとこ来ました。角のとこ。ここのところはこの横のとことこの頭のところをねすくいます。角っちょの横をすくいました。そしたらそのままこの鎖の頭すくえるかな、ここのとこですねをすくって、でこれ編みくるんでいこうか。おっとっとっと、隣の目すくっていきます。はい、そしたら一番最初まで来たら最初の目のところに引き抜き編みをして、で段を閉じて、そうですね、もう一段ぐらいもうちょい編みたいですね。2段編んだらもうねそこでちょっと残り糸が少なくなったのでここで終了しとこうと思います。でこれが一番最初の目だな。ここで糸の始末をして、で新しくね結んで糸つけようかな。おちょっとうねってますけどね。うねってますが、はい。そしたら今度はリトルファンを2本取りで編んでいこうと思います。ちょっとね2本取り細いんですけどね、2本で編んでいこうかな。3本取りにすると今度ちょっと太すぎるかな。なので2本取りでいきます。そしたら立ち上がりの鎖編み1で細編みをひたすらまたぐるぐるぐるっと編んでいきます。高さはねどれくらいかな、7-8センチ、8センチぐらい欲しいかな。それくらいちょっと編んでいこうと思います。最初の目にはつけとこう、忘れやすい。じゃーん、一周編めたので引き抜き編みをしますが、おう結構ここあれだな、開いちゃいますね。なんとか、ここでうまくなんとかなんないかな。あ、大丈夫ですね。はい、こんな感じでねずっと編み進めていこうと思います。
細編みの部分がね13段編めたらちょうどね糸がもうこの残り少なくなったので別の糸でね編もうと思います。高さがねだいたい 10.5 センチくらいになりました。細編みだけだと8.5 センチぐらいかな。これにね編み付けるのは別の糸にしようと思います。どの色がいいかな。こう白だとなんか汚れ目立ちそう。これこれ、まあ紺が一番無難かな。冒険してミント、思い切って黄色、ちょっと冒険しすぎ、これにしよっか。でこれだと極太だからこのキラキラしてるやつとかこれがなんか隠れていいかなと思ったんですよね。むぎゅむぎゅって詰めてね編みたいのよね。だからちょっと増やし目しながら編みくるんでいこうかなと。こうつけていきたいんだけど、ここの真ん中の部分を決めよう。ここぐらいか、ここら辺かな。うん、そしたらこれを縫い付け、編みつけていくわけなんだけど、初の試みなのでドキドキしますな。一応ね編みつける口金っていうのは浜中さんのやつはやったことあるんですけど、あれすごい編みつけやすかったんですよね。あんな感じでうまく編みつけれるといいな。だいたいこの真ん中ら辺にここ合わせて、あれ、真ん中ら辺に編みつけてきます。増し目しながら編みつけていきたいんですけど、どうかな、1目おきに増し目していってはどうだろうか。うん、全部の目増し目するとちょっと大変かな。うん、なので、あ、最初ね2目増し目したんですけど2121みたいな感じで、うん、そしてこれは一周ぐるっとやるよりもう一本外側から糸を取ってこういう感じでそれぞれやってった方がなんかうまくいきそうな気がする。なのでもう片方も少しずつ編みながらやっていくのがいいかなと。ここら辺が真ん中と思うところから同じように糸を引き出してきて、でちょっと緩みやすいからで最初2目よいしょ編んで、で次1目で次2目、これでうん、ちょっと布がちらっと見えちゃうけどこれでちょっとやってみよう。もう片方もちょっと編んでいってみようかな。いやー見えちゃってますよ、見えちゃってますよ、あーここも見えちゃってますよ。なんかたるまないように布をつけなきゃいけないんだな、緩まないようにしなきゃいけないんだな、難しい。うん、カーブはやりにくいけど、まあ、この直線のところはいいんじゃないかしら。お、この布がなるべく見えないように、あー、そかそか、ちょっとここで増し目してなかったな。この
の布のところはもしかしたら増し目を多めにして、なんかもっとギュギュッとムギュムギュ編みくるめる感じの方がいいのかもね。うん、ちょっと最後もう一目増し目して布が隠れるようにしよう。そしたらここの一番最初のところに引き抜き編みをしてつなげて、おお、片方完成したけど、これで、あ、曲がりますな。あ、曲がる曲がる、よかった。ビュー、これでいいや。オッケー。じゃあもう片方もね、同様にやってきます。あ、そうだ、それで忘れてた。この青い方がボンドで接着した方で、こっちの赤い方が布で縫った方です。どっちの方が曲がりやすいとかあるかなと思って。よいしょ。うん。最後の方はやっぱ増し目して目詰めて、布がね、チラチラ見えないようにしたいな。よし。おう、できたよ。おうおうおう。じゃん。パカ。あ、いいんじゃないかい。で、ここボタンで留めるみたいな感じに。うん。なんかここ極太毛糸使って正解だったな。あ、こういう時こそこの前実験で使ったマグネットタイプだったらピタッて。あー、そっか。縫い付けるマグネットをこうピュッとやればいいのかな。ピュッ。ね。今日はね、ボタンつけていこうと思います。なんかボタンつけたらどんな感じになるのかなっていうのがすごい知りたいので。じゃあ、ボタンつけた後に、このね、ゴムで、こう、引っ掛けるところ、ループ作ろうかなと思います。ボタンもね、いろいろ悩みますね。こういう100均で売ってるこういうボタンもかっこいいし。これは、くるみボタン的に、このデニムカラーのを編んでこう、くるみボタン用のやつにね、編みつけました。だいたいね、真ん中らへん、さっきここね、こう端からこうやって数えて真ん中のところを見つけました。真ん中らへんのどこらへんかな、ここらへんですかね。もうちょい上にしとこうか。こういう感じなので、こことこれの真ん中らへんだから、キラキラのにしましょう。でもあんまりキュッてやりすぎるとこれがこうね、ちょっと上に来すぎて形が崩れちゃうかもしんないから、程よいところというのが難しいですね。テレレーン、切っちゃったよ。そしてだいたいご飯にやっちゃいましょう。じゃん。で、こう、おー、いいんじゃないかい。あ、そしたらそんなこれ開いてこないし。でも本当は
こう2箇所ぐらいマグネットここ両端つけてピチッってしたいですよね。次回はそういうのにしよっかな。どうでしょうか。おうおうおうおお、いい感じです。そしてこの赤い方が縫ったとこなんですね、うん、でこっちがボンドでつけた方でも縫った方はこれはしっかり折れる感じかな。でボンドでつけた方はこのワイヤーとワイヤーの間にそんなに隙間がないので、うん、どっちでもいいなっていう感じですね。こっからいろいろねバージョンアップさせていきたいですね、うん、でそこはやっぱりしっかりしてた方がいいかな、ね、この形が綺麗に出るためにはちょっと固めの素材とかしっかりしたアクリルの硬い極太でギュッギュッて編むとかね、なんかそういうのがいいかもしれないですね。このね端っこはいろいろ賛否両論あると思うんですけれども、以上、ワイヤー口金を使った、ポーチ作ってみたという実験動画でした。参考になりましたら幸いです。ではまた。実験はまだ続く。